皆さんこんにちは、シューポンキノコです。皆さんこんにちは、シューポンタケノコです。今日はまたネザーに来てます。何をするの？前の動画でネザー建築対決をしただろう。その後もネザーはいろいろアップデートが入っているんだ。それで今日はまた違う対決しようと思ってきたんだ。どんな対決？競争をしようと思うんだけど、その前にこの場所ってネザーに新しく追加されたピグリン要塞がすぐ近くにあるんだ。だからちょっと見に行ってみないか？どこにあるの？向こうを見て。溶岩の上に橋を架けたので、あそこを渡ったところだよ。ピグリン要塞って何があるの？ピグリンたちのアジトみたいなものだけど、お宝チェストがたくさんあるんだ。でもピグリンは金装備がないと敵対するから、金のブーツだけは先に履いてもらったんだ。あと一応剣とツルハシもね。この目の前のがピグリン要塞なの？真っ黒な感じね。そうだね。ここはところどころ落ちそうなところがあるから気をつけてついてきて。なんかブヒブヒっていっぱい聞こえてくるわね。ピグリンの要塞だからね、こういうところ気をつけて。早速チェストがあるよ。何が入っているかしら？金と鎖みたいなのあるけど、これも新しく加わったチェーンだね。ちょうど金インゴットがあるから、これでピグリンとブツブツ交換をしてみよう。ブツブツ交換って？この金インゴットをピグリンに渡すと、代わりに何かアイテムをくれるんだ。ちょうどピグリンがいるね。ピグリンさん、ちょっとこっち来て。はい、金インゴットですよ。慌てて取りに行く感じが可愛いんだよね。見つめているわ。金が大好きなんだな。あ、何か投げたわ。そう、これでブツブツ交換成立なんだ。ファイアーチャージですって。くれるアイテムはランダムなんだ。エンダーパールやエンチャント本、耐火のポーションをくれることもあるんだ。ファイアーチャージは外れかな。そしてチェーンがあっただろう。これはインテリアとかに使えるんだ。天井からぶら下げると雰囲気がいいだろう。繋げられるのね。そしてこのランタンをちょっと取って、ほら、いい感じの照明になるんだ。本当、素敵ね。それからちょっとタケノコ来て。ほら、あそこを見て。もしかして金？そうだよ、金ブロックがあるんだ。あら、素敵じゃない？そうだよね。あそこにも宝箱があるけれど、ピグリン要塞はこのくらいにして今日の本題に入ろう。そうね、それで何をするんだったっけ？今日はネザーアップデートで新しく加わったモブでストライダーに乗ろうと思うんだ。ストライダー？そうだよ、向こうの溶岩湖を見てみて。何かいるわね。あそこにいるのがストライダーで、グラをつけると馬みたいに乗ることができるんだ。溶岩の上を行けるの？そうだよ。ここで乗り方を練習してみよう。チェストにクラと歪んだキノコ付きの棒があるから持って、右クリックでクラをつけてから乗ってみて。離れていたらキノコの棒を持つと寄ってくるよ。なんか可愛いじゃない。だろう？クラをつけて乗るって感じ。あ、すごいわ。私もやってみるわ。遠くてクラがつけられないわ。近くまで連れていくよ。もうちょっとなんだけど。じゃあ、溶岩に落ちちゃったわー。死んじゃった。やったわ。溶岩の上を進めるなんてすごいわね。釣り竿を右クリックするとスピードが速くなるよ。本当だわ、すごい楽しいわね。そうだろう？乗り方に慣れたら今日はストライダーで競争するよ。競争？僕が競技場を作ったんだ。早速やってみようよ。ということで、スタート地点にやってきました。ここでコース説明をしたいと思います。左がタケノコ、右が僕のスタートゲートだよ。二人ともレバーを押したらスタートするよ。ここは障害物を避けながら進むエリア。
ランタンの場所は通れないよ。ここはネザーの木のエリア。陸に上がるとスピードが落ちるので、注意だよ。ここも障害物エリアだよ。くぐってもいいし、横を通ってもいける。ここは陸地のエリア。スピードが落ちるので、溶岩の池をうまく使おう。玄武岩の柱エリア。うまく避けながら通って。そしてトンネルエリア。1ブロックの隙間なので上手に抜けないと時間がかかるよ。そして階段エリア。ここも減速ゾーンだよ。ここはゲートを開けて通るエリア。先に開いたところを通ってもいいし自分で開けてもいいよ。この先は溶岩の滝だよ。真下に落ちるんだ。そして蜘蛛の巣の減速エリア。慌てると蜘蛛の巣に引っかかって時間のロスになるよ。上手に避けていって。ここは遺跡をイメージしたエリアなんだ。ここも上手に避けて進んでね。この先はネザーの木が倒れていて邪魔をしているよ。減速しないようになるべく溶岩があるところを通った方が有利だよ。そしてここが最後のゲートエリア。フェンスが混ぜてあるから引っかからないでね。このグロウストーンアーチをくぐったらゴールだよ。結構難しそうね。という感じのコースです。いつの間にこんなコース作ったの？ははは、頑張って作ってみたよ。でも私一回説明されただけじゃ絶対負けるわよ。キノコは作りながらやってみたりしたんでしょう？ちょこちょこ確認したりしたからね。そう言うと思ってハンデをつけるよ。僕はタケノコがスタートしてから3秒後にスタートするよ。3秒遅くゲートが開くようにしてあるんだ。だからタケノコが勝つ可能性もあるよ。わかったわ、やってみましょう。そう来なくちゃね。そこのチェストにキノコの釣り竿が入っているから一つ取って。何？何か当たったわよ。ははは、ちょっといたずらしちゃった。ちょっと、矢が刺さってるじゃない。びっくりした？何するのよ。痛い痛い。まったくもう。タケノコごめんごめん。許してふん。タケノコ、もう大丈夫だから釣り竿取ってよ。僕はもう乗って準備しておくよ。タケノコは左のストライダーに乗って、乗ったら手に釣り竿を持つ。もう持っているけど乗ったままでも乗れる？うん大丈夫だよ。レース中は絶対釣り竿を捨てないでね。操作できなくなっちゃうからね。このレバーを押せばいいのね。押したらすぐにゲートが開くからね。押すわよ。あ、開いたわ。僕は3秒後にスタートするよ。ラスト言うわよ。え、本当に？気をつけて。キノコ早すぎるわよ。タケノコも頑張って。この障害物が邪魔ね。ちっちゃいピグリンが走っているわ。この陸地遅くなるわね。うん、だからなるべく溶岩のあるところを通った方がいいよ。キノコが見えたわ。え、本当に？あー、また遠くなっちゃったわ。やばい、何よ今の。ちょっと様子見。ちょっとゲート閉めたわね。これも作戦のうちだよ。うん、僕はもう滝のところだよ。早いわよ。あ、私も滝のところに来たわ。ギャー、ここの蜘蛛の巣ちょっと厄介だな。遺跡ゾーン行ったよ。キノコ見えるわ。そごう、地味に邪魔だな。私も遺跡ゾーン行ったわ。追いつかれる。キノコ見えるわよ。わーい、そげー。ゴールが見えてきた。あー待ってー。やったーゴール。ガストにやられてるな。やっと最後のゲートのところだわ。あと少し、頑張って。開けたよ。タケノコお疲れ様、どうだった？楽しかったわ、だけど悔しいな。コツがつかめた感じだったのよ。じゃ、もう一戦やってみる？え、本当？やりたいわ。今度は負けないわよ。僕もだよ。
じゃ、僕は先に乗っているから。さっきみたいにタケノコも準備が、できたらスタートしてくれる？わかったわ、行くわよ。スタートしたわ。僕もスタートしたよ。さっきよりタケノコ早いな。そうよ、今度は勝つわよ。なるべく溶岩を通らないとね。タケノコさっきより上手くなってる。ふふ。なかなか追い越せないな。よし、あと少し。え？ああ。じゃあ待ってー。ちょっとまた死ぬからね。これも戦略の一つだよ。あ、また。クモの巣が引っかかるー。タケノコ。先に行くわね。あ、ちょっと。クモの巣イライラするなー。よし、ここで溶岩行って時間短縮だ。キャー、よし、やったー。ゴール。あとちょっとだったのに。タケノコ早くてびっくりしたよ。でも負けちゃったわ。ほとんど差はなかったよ。次やるときは僕負けるかもしれないな。ということで、スタート地点に戻ってきました。今日はネザーの新モブのストライダーを紹介しました。とっても可愛かったわね。ネザーはバイオームやモブがいろいろ増えて、今後も楽しみです。動画はこの辺で終わりますが、タケノコがレースを気に入ったようなので、僕たちはもう少しネザーで遊んでいきます。それではまた。ご視聴ありがとうございました。